んにちは。こんにちは。めっちゃ長い髪の毛。こんにちは。今日は4時半にしてみました。こんにちは。長いよね。めっちゃ伸びたよね、髪の毛。絶対綺麗なお姉さんみたいだねって。綺麗なお姉さんみたいでしょ。こんにちは。こんにちは。伸びた。早いよね本当に。12月ぐらいにさ15センチぐらい切ってさ、もう元通りぐらいまで伸びましたよ。こんにちは。もう髪切りたくてたまんない。私は綺麗なお姉さんも好きですね。めっちゃお腹鳴ってるけどちょっと気にしないでください。綺麗なお姉さんに可愛い服のコラボは最強よって。可愛い服なんかな、わかんないけど。もうアーシャが来月か再来月には来るから髪の毛を決めなきゃいけない。そろそろ鼻高くしようか。こんにちは。アーシャまでに鼻の形を変えたいから昨日から始めた。またこんにちは。え、変えれる変えれる。すごいんですよ、鼻って。なんか骨じゃないからずっとやってたら変わるんですよらしい。でも変わる本当に。鼻はなんか骨じゃないので、ここなんだっけな、軟骨じゃなくて変わるらしい。軟骨やったっけ。そうそうそう。だから潰してたら腹潰れるし。そうなんですよ。それ使ってる？これ？え、でもマジで変わるんですよ。そう、変わった気する。鼻の形が。初訪問の方がめっちゃ多いんだけど、どうしよう。あ、この時間だからかな。こんにちは。私が普段この時間にしないから初訪問。めっちゃ英語の方が初訪問で来る。ハロー。腹のヘッドホンです。こんにちは。鼻を高くしてます。ね、
初訪問初訪問初訪問って英語の名前の方がめっちゃ入ってきた。 JKT さんとかかな、違うかな。そうそうそう、この時間あんまりしないから初めて私の見る方が多いかもしれん。ほら見て、鼻がさこうなるんですよ。まあこれは一時的ですけど、継続なりですね。小鼻を、そう、そうちょっと変わった、ほら鼻の穴を見せるなんて。そう、継続なりですよ。小鼻の広がりを抑えれますっていうやつ。こんにちは、こんにちは。喉乾いたな。珍しく水分が近くにない。今日もお美しい、ありがとうございます。こんにちは。ドゥンドゥンドゥン、テロップを入れます。こんにちは。まだお腹空かない。そうね、まだ夕方なんかな。こんにちは、こんにちは。スメカワウソさん、グッド、ありがとうございます。ジジイグッドグッドグッド。ゆきさん、ハートありがとうございます。ますます飛躍の年になりそうね。頑張ります。こんにちは、こんにちは。コツメカワウソさん、リラックマン、ありがとうございます。名古屋できしめんを食べて新幹線に乗りました。今日は何、今日はお仕事、名古屋。こんにちは。私はね、最近また新たにハマってるものっていうか、なんだろう、熱が高いものがあるんですよ。自分語りスタート。こんにちは、こんにちは。何ってそれはね、今ね、今モチベがめっちゃ高いものが趣味、太鼓の達人です、はい。もう最近なんか太鼓の達人のモチベがすごくて、でもそんな頻繁にゲームセンターに通えないから、太鼓の達人をするためにスイッチを買おうかって思い始めて、スイッチでできるやつ今悩んでる。何回も検討したんですよ、スイッチ買おうかな、スイッチ買おうかなって、太鼓の達人のために。でもまたその熱が来てて、そう、でもスイッチがあった方が絶対上達するから、そういいなって思ってる。そうなんですよ、ちょうどこの時期に来るんですよね。去年この時期に3月ぐらいやったかな、神業チャレンジさん
この時期めっちゃ太鼓の達人にハマる。そうなんよ。専用コントローラー。そう。もう欲しいなって。またテレビ呼ばれたい。そうね、テレビも呼んで、そう。呼ばれたいですけども。あるかは分からんけどさ、リベンジ普通に趣味としてやりたい。でもゲームセンターそんな通えないんですよ。し、上達するには家で何回もできた方がいいなという、ちょっと迷ってますね。家でゲーム機でできたら、ああいうのってなんか暗記、譜面を暗記してやるもんだから、そう、家でやってゲーセンでたまにやるみたいなことをやりたい。生活指導？何それ？されないされない。若いからってこと？確かにもう一回ね、出たいけど、もしもう一回その呼んでくださるとしたら、その家で継続的にやってるとね、まあ、そんなチャンスはあるかどうかは分かりませんが、普通に趣味として欲しいっていう。ゲーセンのやつは買えない買えない。そんな、スイッチ、ね、使わなくなりそうだよね。そこは怖いんだよね。でもまあ飽きたら、弟がゲーム好きだから弟に譲ってもいいし、まあ飽きたら飽きたでね、どうにか。そう、3万ぐらいなんですよ。3万ちょい、ちょっとね、なかなかでもそれぐらいのものを買うことないから悩む。こんにちは。そうだよね。でもゲーム機3万ちょいかって思うけど、ゾゾタウンも2回我慢したら買える値段って思ったら意外と。23日ツーショットよろしくお願いします。よろしくお願いします。あさってですね。そう、節約か。服ってさ、すぐそんぐらいいくじゃん。2回ぐらい。あ、アンツの特典届いた。え、そのゆういちさんなの？なっちゃんの。そうなんよ。ゲーム機に3万って思ったら高いけど、普通にさ、メンバーと外食行って行くの6回分とか、ゾゾタウン2回分とかって思ったら、まあ買ってもいいかなって。ずっと長持ちするし、ね、ちょっと迷うな。そう、ゲームはそう、ずっと使える。服の注文2回分ぐらいですね、私の。だからそう思ったら、まあまあ、ね、ハマってるんですよ。
ハロー。3月12も3月いっぱいあるからね、お話し会。I like you from どこだ、フィリピン。 Thank you。 ゲームハマりそう、マジ。いや今は何もしてない、普通にその太鼓の達人上手い方の配信を見たり、 YouTube で動画を見たり、太鼓の達人のしてるだけ。そう、なんかねゲーセンにね、確かにでマイバチ買ったからな、ゲームセンターにも行きたいんだけど、なんかマイバチを持っていく時って太鼓の達人をするぞって家を出る時しかないから、普通にメンバーと遊んでる太鼓の達人しようってなった時は前鉢持ってないんですよね。普段持ち歩いてないから、太鼓の達人しようって流れの時に一回も使えたことないんですよ、公式前鉢買ったのに。持って出ないといけないけど、でかいから普通のバッグには入んないから、もうそれをやりに行くぞと思って、ちょっと大きめのカバンを持って前鉢持っていかんとなかなか使えない。常に持ってないからさ、たまたまちょっと買い物に出てゲームセンター通って大根達人しようって時にはマイバチがないんですよ。1プレイ100円です、サイト。ゲームセンターは3局100円、楽しいですよ意外と。100円で10分15分楽しめるので安い、100円で15分ぐらい楽しめますね、コスパいい。1時間400円ぐらい。そうなんや、常備するものじゃないからね、それのために持っていかないといけない。左側と右側 どっちが得意とかあるんですか。左ですね、赤の方でやってる。左が赤で右が青だったかな、左。そういうこと。しょじょさんギフトありがとうございます。そんな高いとって太鼓の達人3曲100円ですよ、高くないよ、15分ぐらい楽しめるから。ミフ、英語読めない、黄色い鳥。そうだ、 UFO キャッチャーは一瞬だけど、100円で15分も遊べる太鼓の達人はすごい、なんか時間潰すのとかにもめっちゃお得。こんばんは、こんばんは。運動にもなるね。15分100円めっちゃ安いよ。腕パンパンになるけどね。こんにちは。黄色い鳥でいい。私はね、コリラックマにしてたんですけど、コリラックマ。ユキリカが叩いてくれるならわかる。運動になるって言っても腕だけですよ、腕だけ。腕に筋肉つくしね、なんか
私腕だけ筋肉ついてる女になっちゃう。でも腕の筋肉あるんですよね、ちょっとだけ。最近はやってないからないですけど、太鼓の達人をした後はもう腕がパンパン、筋肉みたいななるんですよ。ここ今はないけど、力だけ強くなるっていう。コナンさん、コリラックマありがとうございます。コリラックマ、筋肉痛なるなる。クレーンゲームを取れずに撤退すると。わかるわかる、もうクレーンゲーム最近やってない。こんにちは、こんにちは。そう、ここの筋肉がめっちゃね、もうパンパンになる。ここの腕ってこんなもんなのかな、形。坂道ファンクラブさん、コリラックマありがとうございます。筋肉つく、ね、スラーっとした手がいいのに筋肉がついてしまう。こんにちは、こんにちは、こんにちは。トゥントゥン、ね、大根達人、こんにちは、こんにちは。小学生とか見てるのかなって、ショールーム。今の小学生とかってもうスマホ持ってるのかな。私が小学校の時はまあガラケー世代だったんですけど、ショールームとかもなかったから。最近値上がりしたなと実感するものはって、それはもう電気代しかないです。電気代でもちょっと意識するだけで結構安くなるんですよね。最近私12月がめっちゃ高くてびっくりしたんですけど、12月けど1月10日から2月7日、1月はなんか5000円安くなってた、12月より。だから高っと思ってちょっと意識したら減らせる。スマホね、節電した、節電 したんかな、分からんけど、でも最近はあんまりつけてないです、暖房。いや、安くはないよ、一人暮らし。先月はまあ安い、安くないよ、安くないけど、その先々月と比べたら安いけど、まあ決して安くはない、一人暮らしの電気代にしては。1万円超えてたね。2ヶ月前は1万円超えてたけど、先月は1万ギリいかんぐらいの値段、普通に高いけど、そうギリ超えないこんにちは。お嫁さんにしたらすごそう、どういうこと、節約。
節約してるんかしてないか分からんよね自分が。こんにちは、こんにちは。今日は髪を巻いてみようかな。寝る前にエアコン消してるね。それがいい。それ何回かした。こんにちは。でもそれしたら 朝起きた時に寒いんですよね。それ寝てる時はまあ意識ないから分かんないけど、寒いか暑いか。え、常に節約してるイメージ？嘘、マジ？そんなイメージあった？こんにちは。お菓子が100円値上がりしてた。めっちゃ値上がってるじゃん100円って。息子の嫁さん現実的。スタンダード、へえ。確かにね、プラン変えたら変わるっていうよね。ちゃんとしたプランにねしてるはずなんだけど。笑顔になるなる山ぴょんさん、リラックマありがとうございます。また来てくれた。こんにちは。私はこたつはないよ。ミニマロンさん、コリラックもありがとうございます。マキマキ、外がめっちゃ明るいね5時なのに。ユギリカの泣き虫でしょ。私泣き虫ですよ。普段は泣かないけど年に数回。髪の毛切りたいな。マルスさん、リラックマをありがとうございます。ヘアアイロンはね、多分そんなお金いらないと思う。1ヶ月のヘアアイロンマジ安いでしょ絶対。数百円とかじゃない。しかも1日数分しか使わないからね。ヘアアイロンはマジでテレビと同じぐらい。ドライヤーが高いんじゃない？
それを言うなら、そう、髪切りたいんですよね。ダメなのかな。なあこさん、ハートありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは。切りたいけどまだ寒いから、寒いから確かに首元の髪の毛がなくなる。ヤスルパンさんギフトありがとうございます。切りたいけどな、迷うな本当に。せっかく伸ばしたから。ともさん、こんにちは。アーシャに受けてきみはそうなんよ。せっかく伸ばしたからな。4年目の4つ目のアーシャでボブ率、ボブ2個、4個中ミディアム2個だったらロング欲しいよなって思うよね。でもアーシャを取ってしまったらしばらく切れないんですよ。ロングでアーシャを取ったらもうしばらくは切れないから。こんにちは、こんにちは。うわ、距離感わからない。そうだ、アーシャ取ったら帰れないよ。アーシャはその人のさ、なんだろう、その人を証明する免許証の写真みたいな、なんだろう、その髪型でいないと。こんにちは。そう、アーシャは名刺代わり。そうなんよ。そのアーシャを見て私を探そうとしても髪型違ったら分かんないし、お仕事の取引先の方っていうか、もうそのアーシャで顔がいってるわけだから、そ、違ったらダメなんだよね。そうそうそう、アーシャと違うやんけ。ロング似合う？本当？そうなんかな。ボブ似合うって結構言われるんだよね私。ロング似合う？そうそう、短くしてアーシャしたら、そう、こまめにアーシャに合わせなきゃいけないのが本当。まあ伸ばしてもいいんだけど、しばらくはアーシャと同じ髪型ですよ。まあ自然に伸びるのは OK だけどね、多分こんなもんかな。こんにちは、こんにちは。
たはめっちゃ可愛い？私がですか？こんにちは。足がしびれた。見て見て見て。足がしびれた。犬が鳴いてる。私の犬じゃなくて。私がどんな髪型にしたいかってこと？葵さんまでは切らない。ボブにしたい。肩につくぐらいのボブ。誰って言ったらいいんだろう。こんにちは。リコちゃんなんで？熱っ。ココア3ぐらい違うな。サヤカリンぐらいかな。一番近いのはココアさんはショート寄りなんですよ。ボブじゃなくて。私はあのボブにしたいの。肩につくぐらいの。イルタさんリラックもありがとうございます。タワーじゃない。リラックも。そう、ココアさんは短い。メンバーで言うとサヤカリンぐらい。いやミホリも短い。あれは短い。柏木さんに似てる。嘘。初めて言われた。そうそう、ツイッター始めた頃くらいの長さ。そう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 。ボブ。ショートは似合わないからボブです。ミホリンめっちゃショート似合ってるくない？めっちゃいいと思う。ボブにしたすぎて、したすぎて。はい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 。よいしょ。ちょっと。また来た。宅配だ。何だろう。なんと、なんだろうんだっけ。モバイルバッテリー充電器だ。そうそうそう、この前話したじゃないですか、壊れたって。そう、ショートが似合う似合わないは顔立ちですね。私はショートは似合わないんですよ。顔丸いんでボブの方が似合う。肩につくぐらいの。アンカー。ああ。え、その機種名みたいな。わかんない。あの、そうそうそう。ヤスルパンさん、タコ。ありがとうございます。来た。
になってたんだけど、よいしょ。受け取ってきました。早い？早い？嘘。ただ受け取るだけ。もう息切れなんだけど、マジですぐ運動したら息切れする。病気だわ。そう、この前、そう、この前をかけた、あれは間に合わなかったんだよね。そう、昨日ね、なんか私長風呂好きなんですけど、いつも通りそろそろもう長風呂していいやろうと思って40分ぐらい長風呂したら、もう記憶飛びそうだった、意識やばいと思って、やばいなってとっさにもうお風呂を出てお茶を飲みました。あの、足は拭いてね、ちゃんと。40分でさ、なんか記憶がなくなるかなくならないかみたいな、クラクラした時のあれが、そう、脱水症状みたいな。あれ、ヘアオイルがない。そう、のぼせるのが早くなったっていうか、多分運動したらダメだから、多分汗かくんとか暑いのとかもダメなんだなって。あれ、ヘアオイルがない。ヘアオイルないと困る。忘れたんかな。こんにちは、こんにちは。あ、お腹鳴る。超お腹鳴るんだけど、無視してください。散歩ぐらいはできるよ。散歩余裕です。買い物とかはもう普通に行けるんですけど、買い物とか。激しい運動とかダメですね。汗系がダメです。ヘアオイルがないと髪にまとまりができないんだけど、来月の公演全然余裕です。余裕余裕。来月でしょ。余裕です。それは27までなんで運動禁止なので。ないんだろう、忘れたかな。言えない。
延長はないですよ。ヘアオイル買いに行こうかな。療養？療養じゃないよ。でももう元気、40分は長風呂できる。外配信はね、ダメなんですよ。48グループめっちゃお腹鳴ってる。いやー、お腹が悲鳴を上げてる。こんにちは。お腹空いてるよ。今日はまだ何も食べてない。よし、ちなみにいつもどれくらい長風呂するのって。1時間くらい、長くて普通平均は30、40とか、長くて1時間ですね。汗かくの好きなんですよ、なんか顔が引き締まるから。1日1食まあのことが多いですね。今ご飯中。お、結構早い。仕事行く前に、あ、これから仕事なんだ。今日の夜ご飯まだ決まってないです。めっちゃお腹鳴る。でもお腹空いてる時に食べるご飯が一番美味しいから。え、食費を削ってるわけじゃないんですよ。全然削ってないよ。昨日食費だけで3500円ぐらい使いましたから。食費を削ってるわけではない。お腹空かないんですよね。しかも休みの日は結構寝るんで、私は寝るのでご飯食べるタイミングがないみたいな感じです。全然削ってはない。カフェ行ったでしょって。今日、今日一歩もストレてないよ。寝てるからね私。だから節約してるっていうか、なんか起きたらなんか昼夜兼用。まあ、節約はしたいんだけども、ダイエットかな。こんにちは。
そうマジで寝てるんですよ。ずっと寝てて朝ごはんとか昼ごはんを食べるタイミングを逃すことが多くて、だから夜ごはんを食べる。マスカラどこの使ってるの？マスカラはヒロインメイクです。めっちゃいいですよヒロインメイク。まつげ伸びるし、束感も出るし。ずっとヒロインメイク。だから朝ツイートなかったんか。違うよ、火曜日は休みだよ。あ、おはようツイート。火曜はしないって決めてるから、今日は目覚ましを8時に合わせずに9時ぐらいに起きました。おはようツイートを忘れる、寝坊したことはないですよ。私の意思でしないことはあるけど、写真ないし今日はみたいな。寝坊はしたことないんで、ちょっと寝坊しても絶対やってる。10分とか8時10分とかに。ない時は火曜日か私の意思。そう、火曜しないの。火曜は休みにしてる。ヒロインメイクでめっちゃまつげいい感じです。じゃがいも茹でてます。いいね。何するの？じゃがいも、じゃがバター。おはようついてそのお休み。でも結構めっちゃいいですよお休み。だって8時に起きなくていい日があるんだもん。毎日それ以外毎日8時に起きてるから、7時40分、どんだけ寝るのが遅くても7時40分に起きてるんですよツイート。でもそれがない日はなんか早起きしなくていいから、1日あるだけでもめっちゃ楽。よし、明日は火曜日だと思って。8時って決めちゃってるから。と思います。土日みたいなもんですね私の。こんにちは。これはヒロインメイクの太いやつ。細いのを塗った後に太いので太さを出します。まつげ。こんにちは。二重です。二重重ね。見えんね、ピント合わんもんねまつげに。そう、でもめっちゃ長い、長くなる。長くないまつげ、わかるかな。そうそう、まず細いので上げておいて、太いので束を出すっていう。そう、太いのと細いのです。イエス。おすすめ。
空がオレンジ色っぽくなってる、黄色っぽくなってる。あげあげ、まつげ大事だもんね。まつげめっちゃ大事。あげあげです。あげまつげあげとったらさ、目がバッチリ見えるから、めっちゃ大事。こんにちは、こんにちは。そう、夕焼けになってる。夕焼けです。夕焼けなう。5時半。お腹空いたね。5時半で配信を終わります。カラコン撮るときありますか？カラコンつけるときありますか？じゃなくて、カラコンはそりゃ撮るでしょ、入れたら。瀬戸内の夕焼け、黄色。こんにちは。ちなみに私はカラコン入れてないんですよね。目の開きが小さいからカラコンって言われるんですけど、よく。これは黒目が大きいんじゃなくて、目の開きが小さいから黒目の比率が多いんですね。だから全然裸眼です。ほら、よく見えるでしょ、目の中の黒いのとか、目の中の黒い丸裸眼です。カラコンじゃないんですよ。そう、なんか目、黒目が大きいですよね。でもそれは多分目の開きが小さいから黒目が大きいだけで、そうなんですよ、カラコンじゃないんです。もともと目の開きがこれだから、カラコン入れてもあんまり変わんないんですよね。だからカラコンはほぼ入れないです。ほぼ入れない。めっちゃたまにお話し会とかのコスプレしたら入れるけど、ネノみたいになって縦長どういうこと。縦長って何？そうなんですよ。猫？いや、縦長じゃないですよ。あの黒目の中にある黒い点まで見えます。こんにちは、こんにちは。カラコンね、全然入れない。こんにちは、こんにちは。綺麗な目だね。ありがとうございます。巻き髪もいい感じ、たまにはね。もう切るか切らないかは要検討します。ロングも好きだけどね、ボブにしたくなるんだよね。ダメダメ。こんにちは、こんにちは。何時に終わる予定？もう終わります。お腹すいたね、夜ご飯食べよ。この後はメールを送りますので、モバイルメールよろしくお願いします。今月は28までしかないからね、もうそろ月末ですよ。早い。
体が第一、ありがとうございます。そんな何時間した？1時間しました。夜はどうしようかなと思ってる。まあメールで。お腹空いた、とりあえずご飯食べる。森林。13位うどむさん、12位やするぱんさん、11位しゅういちさん、10位48グループ箱押しさん、9位おてもちゃん、8位よっぱんさん、違うずれてる、8位昨日エフッキーに改造手術されたよさん、7位よっぱんさん、6位チョコさん、5位田中さん、4位ジョンマルさん、3位チョコミントさん、2位ダイダイさん、1位ミニマロンさん、ありがとうございました。ということで今日はって終わります。メール取っててよかった。この後そのメールを送りますので、私が何食べたかもメールで分かると思いますので、ね、でも違う時間にしたらね、そう違うファンの方とかも見てくれるからね、いいなって思いますね。お疲れ様ですってことで終わります。ありがとうございました。おやすみ早っ。おやすみ早っ。